けど集まる情報鵜呑みにしちゃってないかい。いろんな人がいてさあだこだ言うけど引いちゃう人の常トレンドや噂に流されすぎては自分が見えなくなっちゃう。ダメだって気にしない、つまり自分で決めたら何があったって後悔はしない。ちょっとちょっと聞いてよ、誰にも聞かざる己のチョイスだね。友達の幸せ喜べないよな、友達ならもうグッバイ。そう悩んだり笑って私なりにやってきた、でも過去より今が幸せなら上出来だ。こんな自分だって自分だってできるはず。そう不意に死んでは不安やエトセトラ感じられたら成長のタイミング、つまり迷った時には新しい道行くしかない。全部自分勝手、自分勝手、気にしない。